美味しそうですね。美味しいです。うんうん。確かなのだな。はい。つまり次のゼルダの誕生日が厄災復活の日になると。はい。写し絵の解析結果によればですが。時はないか。ゼルダよ、お前は騎士たちと共に勇気の泉へと修行に赴け。何としてでも厄災復活までに力に目覚めるのだ。はい。ガーディアンに残されていた記録から厄災ガノンがゼルダの17歳の誕生日に復活すると知ったハイラル王はゼルダに勇気の泉へと修行に向かうよう命じる。ハイラル王もゼルダも、そしてハイラルに住まうすべての人々も近づく破滅の足音に焦燥を覚えていた。今の自分にやれることをする。それが無才の姫にできるせめてもの献身だと。そう何度も自分に言い聞かせてきたけれど、異物の研究も力に目覚められなければ徒労に過ぎません。皆それぞれの役目を果たしているというのに。私だけがいつまでも役に立てていない。姫様、そろそろ一度休みませんか。ほら私お腹が減ってきました。インパですが、もう余裕は。Yeah! 黄金爆弾を起爆。様のおかげです。あんな仕掛けに気がつくなんて。いいえ、あなたたちの力があってのことです。いいですか、姫様。は、はい。姫様は自分だけが役に立てていないなどとおっしゃいましたが、そんなことはありえません。今もこうして私たちを救ってくれたじゃありませんか。姫様の研究は絶対にトローなどではないんです。ありがとう、インパ。けれど私は己の使命と最後まで戦ってみようと思います。私にはそれしかないのですから。はいはいはい。